もうリピ買い多分ね5回以上してます。おしゃれじゃないですか。わーできました、おいしそう。もう言葉を失うほどショックと嬉しさを感じたのがこちらでございます。開けた瞬間に沖縄って思ったよね。ご両親の家に行きました。新しいソファめっちゃ色がいい。すごいね、インテリアのセンスが素敵なんですよ。ウォールペーパーを変えてテーブルも新しいの買ったらしいです。本当に色選びがさ素敵。ホームメイドアイスクリーム。 Is it for me? It's for you. Thank you, Dad. Cake made by our friend.Oh really? Looks really pretty. Thank you so much. オキドッキン。はい。はい、皆さんただいまです。今回コストコで買ったものを紹介したいと思います。また順番しに来た。みっちゃん。今回はこんな感じでお洋服も買ってみたの。新しく買ったものもたくさんあるんだけど、リピ買いしたものもあります。レビューを見て買ったものもあるし、最近から多分新しく入ってきた商品とかもねあって、衝動買いしたものもあります。はい、ってことで紹介していきたいと思います。私が行ったのはイギリスのコストコなので、日本で売っていないものもあるかもしれませんが、皆さんもねイギリスにいつか来た時にこういうものあるんだっていう感じで見てみてください。まず私の目の前にあるのはコーヒーです。今回はコストコの、はい、コストコじゃないや、いつも間違える、コスタのコーヒーを買いました。今ねちょうど飲んでるんだけど美味しい。なんかねコクがあって美味しいですね。これね日本で売ってるのかな、みんな教えてください。これはね6個入ってて、今1個使ってるので、はいこんな微妙な見せ方ですが、はい、6個入ってます。最近コスタ入ってきたよね日本に。インスタントコーヒー多分あるかもしれない。なんかこんな感じでねお店コンビニとかに売ってるよね。コスタの豆も売ってる。7680とか高くない？これはなんかネットで見る限りはないかな。皆さんもお店であるよって見つけた方、ぜひコメントください。リピ買いしているこちらのアガベシロップ。コーヒーとか、あとはお菓子作りに入れたりします。これ2つです。ちなみに。もう1個をね、開けて使ってる。はい、2つセットです。そしてイギリスはこんな感じでパンが売ってるの。パンが売ってるのはどこの国も一緒だよね。こういうね、パンがね、主流というか、この太さで、私はね、なるべくシードのパンを買うようにしてるんだけど、このブランドは普通のお店でも買えます。白いパンもね、売ってるんだけど、日本のように、ふわふわっとしたような、なんか生クリームの香りがするパンっていうのはあんまりないかな。白でふわふわっていうのはあるんだけど、ちょっとなんかプレインな感じのパンがイギリスは多い気がしますね。で、今回こちらの、ビーンズも買ってみました。反対だ。サンフランシスコの。はい。なんかビーンズらしくて。Rainforest Blend。ロースト、ちょっとダークめな。Full Flavored Smooth and Balanced なコーヒーらしいです。これはね、まだ使ったことないんだけど、後でお見せするんですけど、今私たちが使ってるのは、緑のスターバックスから出ている、スターバックスって書いているコーヒービーンズなんですね。あれはコクがあって美味しいです。で今回ちょっと違うのもね。買ってみようと思って買いました。はい、で今回ねレビューを調べて初めて買ったのがこちらです。ドライマンゴー。これすっごい美味しくてびっくりしてるんですけど、ちなみにイングリエンスはマンゴー 100%、 はい、マンゴー 100% でございます。お砂糖は含まれてないんだけど、香りからして、はあ、熟した都のマンゴーって感じ。え、中入れみて、なんか開けた瞬間にこれは南国を思い出します。開けた瞬間に沖縄って思ったよねよくおばあちゃん の畑あたりで都でねこういうマンゴー取れるので、味もね甘くて美味しいんですよ。すごい熟したマンゴーをそのままドライフルーツにしたって書いてんだけど、もうほんと、うんうん。ちなみにドライマンゴーのこのお菓子は2、3種類ありました。その中で私が選んだのこれなんだけど、食物繊維も入ってます。今回ですね、チョコセクションを歩いてて、初めて発見して、これ、もう言葉を失うほどショックと嬉しさを感じたのが、こちらでございます。ギャレーっていうのかな？ギャレー？ギャレー？このチョコ、めっちゃ美味しいの。日本でも買えます。
私も調べたことがあって、オンラインでも買えるし、デパートにも入ってたかな。このブランド、ベルギーのチョコレートなんですけども、ベルギーのチョコレートの中でもめちゃくちゃ美味しかった。だからまあそうですね、世界に進出してると思うんですけど、 YouTube 始める前にベルギーに行って、あのベルギーにあるお店もほとんど全部チョコレートを試したことがあるんですよ。1店舗1店舗入って2粒とか3粒チョコレート買って、その店の外で試してどんどん点数をつけていくっていうねことを友達として、でその時にすごく美味しいなって感じたのがこのチョコレートと、あとノイハウスとチョコレートアディクションだったかな。なんかベルギーにしかないチョコレートのね、あのブランドもすごく美味しくて、こういう有名なブランドは高いんだけど、ローカルのチョコレートはねやっぱりローカルなのでちょっと安かったですね。普通のスーパーのお店のチョコと何が違うかというと、カカオ感がすごい、あの豊かな香りを感じさせてくれるんですね。ちなみにこれは45個入っててどっしり入ってますね。開けてみようか、何が入ってるか。実際ねこの前ね、あのベルギーに行ってた友達からよいしょチョコレートを買って、あののお土産をいただいたんですけど、その時もこのブランドでした。はい、もらったのはねこの長い、多分一緒かな、もしかして。そう、こういうのがガガガガって入っているチョコレートだったんだけど、見てこういう感じでね、個包装良くない、こんな感じです。友達とさなんかは結構できるよね。何が入ってるかというと6種類ね入ってるらしい。まずはこの緑はヘーゼルナッツらしいです。クランチーパラリンメイドオフヘーゼルナッツって書いてます。ちょっとクランチーなねチョコが入ってるらしい。でその次のピンク、これはミルクチョコレート、オレンジ、基本的に全部これヘーゼルナッツなんだ多分。あ違うわどっちやねん。これはヘーゼルナッツのクリームがね中に入ってるらしいです。赤はですね2種類同じ説明なんだけど何が違うんだろう、はいらしいです。で紫はこれはねコーヒーフレーバーらしいですよ。はい、で最後のこのオレンジがオレンジフレーバークリームなので、オレンジの香りがするフレーバーがするクリームが入ってるらしいです。これは私はもう行き買い決定え、ちょっと待って、コストコでさこんな美味しいチョコレートが買える時代になってきた。ベルギーまで行かなくていいなんで、いいなんで次はもう刺さってきます。よくね使う、はい、パウダー、パプリカと、あとはシナモン。シナモンさ、あの摂取すると体が温かくなるじゃないですか。秋冬に向けてお菓子作りとか、あとはアップルパイとかに使っていこうと思って、はあ、結構ねドリンクとかにもね使うから、はい、おっきいの買いました。みんなこれさ、私以前も何度か紹介したことあるんだけど、日本に売ってるのかな。ナンドスっていうイギリスにある有名なチキン屋さん、レストランがあるんですけども、そこから出ているマヨネーズです。ペリネーズって言って、マヨネーズとペリペリソースが混ざったマヨネーズなんですけども、卵とかあとはお野菜とかヌードルとか何にでも合うんですよ。はい、これをねちょっとね味にこうキック、パンちゃんこれはね、はい、が欲しい時にこれをね使います。もうリピ買い多分ね5回以上してます。イギリスに来たら試してみてください。はい、次はチックピー、ひよこ豆。イギリスでよく食べられるハモスとか作ったり、あとはこれでね今回ねお菓子を作ろうと思ってて、チックピーをこう潰してケーキを作ろうと思っております。ヌテラの、はい、バターの代わりにこちらを買いました。ヘーゼルナッツのジャムでございます。あとねこれねお砂糖たくさん入ってるんですけども、近々ねあの友達が遊びに来るので、友達のおちびちゃんたちにこれを使ってデザートとかアイスクリームを作ろうと思って買いました。で次は、あそうそうそう、これ見て、みんなごめんね反射して見にくかったよね。これハンドソープなのってめちゃくちゃ可愛くない？ちょっと開けてみます。すっごいおしゃれだ。こういう感じのハンドソープでございます。インテリアになるよね。ちょっと見た目はねグラスっぽいけどプラスチックです。1個ずつがすごく可愛いデザインですね、これ。こういうの、ちなみにねこれはフレッシュラベンダー、ラベンダー、ブルージャスミンだそうです。レモンの香りらしいですよ。あのスイートオレンジ、スイートオレンジの香り好き。これ見て、こういう風にバスルーム置くだけで、あららららら、おしゃれじゃないですか。スイートオレンジ、あーいいですな。ブルージャスミンはどうでしょうか。いいですな。うん、なんかねあの軽い感じの香りがしますね。まあ、次はですねオーツミルク、これ日本にも売ってると思いますが、はい、こちらは6個入ってこのお値段でございます。安いですかね、どうでしょうか。はい、そして
ウォルナッツも結構ねポリッジに入れたりするのでたくさん買いました。で、あとオーガニックのこのココナッツウォーター重いはい、これを買って、あとはこの2つのね洋服見て、みんなこれね20何ポンドして安かったんだけど、ジャケットです。テクスチャーがすっごいねユニクロに似てるんですよ。ユニクロさイギリスで高いから、私もね1枚こういう軽いジャケット持ってるんだけど、折りたたんでバッグに入れるタイプあるじゃないですか。15,000円〜6,000円しました。多分日本のお値段の2倍3倍はイギリスはしてると思います。で、他もねこのねテクスチャーが似ていて、あったかそうだなと思って、色もね可愛かったので買ってみました。私買ったの S サイズです。どう？イエベのねメイクが映える色です。これ撮った方がいいですね。色可愛いと思う。黒とか、あと何色があったかな、忘れたこの色可愛いなと思って買いました。最後はこちらです。プーマこんな感じです。レジセイズ、なんか大きいブカブカな感じで着たいと思います。はい、あとは冷凍物買ったのでキッチンへレッツゴー。みなはん冷凍庫買ったもの、はい、これね初めて買うんだけど、カリフラワーのハッシュブラウンらしいです。この前自分でカリフラワーのハッシュブラウン作ったの失敗した。味はね美味しいんだけど、なんかカリカリって作れなかったんだよね。買っちゃいました、もう簡単なもので、餃子です。ここにね、ナンバーワン餃子ブランド in Japan、 日本で一番人気の餃子のブランドだぜっていう風に書いてるんですよ。はい、餃子です。はい、でもちろんでございますが、こちらのサーモンも買いました。美味しいよね、コストコのサーモン。ちなみにね、お野菜とかはちょっとね、あの私の家の近くにあるコストコのお野菜はちょっと新鮮じゃないっていうか、いつもねちょっとなんかお野菜は買わないようにしてて、お肉とかは買って冷凍したり、はい、お料理してしたりしています。じゃじゃじゃーん、これをね今日はね買ったんです。シグネチュアチキンエンチラダース、これをオーブンに入れるのかな、作ってみます。初めて買います。ちなみに今私たちが使ってるのは、これもねコストコで買ったハウスブレンドです。これ美味しいんだよね。わー、できました、美味しそう。どうぞ。ねえ、中どんな感じなんだろう。トルティーヤ and トマトソースのチキン。はい、ということでこれからご飯を食べます。皆さん今日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。 Have a wonderful day guys。 もう一回もう一回あの顔やって、マカちゃん。眠い眠い顔でした。皆さんバイバイ。マカ寝ていいよ